笹の部屋。あーいいね、美味しいね。ほっこりするやん。ここの収録で使わせてもらってるこのガレージやけど、もう住みたい秘密基地やね。こんなとこ近くにあったらいいのに。ね、体力回復がすごいわ。うちらはここを収録に使わせてもらいながら、お菓子を出してもらいながらこんなことある？ね、そうや、あの紙芝居対決の商品でもらったシュークリームをここで報告しようと思ったけど、カメラを回す前にも食べきりました。すぐなくなる、すぐなくなる。めちゃくちゃ一瞬じゃなかった。もうね、あんなもうやばかった。なんかうちもうめちゃくちゃお腹空いてたし、美味しかったから、ちょっとがっついて食べすぎて、あ、やばいやばいって、うちちょっとがっついて一瞬でなくなりすぎやって思って、横見たら二人とももうなかったから。あんなもう、もうないの、1分も残ってないよ、あんな。本当に美味しかったね。え、40分並ぶっていうシュークリーム。ね、今日はあれね、3本撮りぐらいしてまして、まずね、紙芝居対決で、2回目、あさこちゃんの女優対決で、結構ね、脳みそ使った系やからね、糖分を欲してるから、こうやってね、今のんびりのんびりしてますが、こういう気の抜いた時にできる話もあるんじゃないかなってことで、まあ、うちのフォトグラファーについての質問、バンバンやっちゃってみんな。引き出して、うちをやっちまうかーい。うちを引き出して、丸裸にしようぜ。丸裸に。もともと、撮られる側でそのずっとやっててんけど、本当になんか撮られるだけっていうだけじゃなくて、撮られるだけじゃなくて、あの写真が好きやし、なんか撮ってもらうときに、あ、でもなんかこういう表現の仕方もいいんじゃないかなとかいうのを結構カメラマンさんとセッションして、なんか作品作りをしてたりしてんけど、もうなんかそれやったらうち自分でやってもいいんじゃないかなと思って、でそれで、あの、なんやろ、でもほんまコロナのおかげかもしれないね。コロナをきっかけになんか本格的に、本格的っていうか、まあなんか一眼をちょっと触り出して、おこ、どうした監督、どうした監督、あ、手のひら美味しいね。手のひら美味しい、ペロペロダメよってに、ペロペロ塩辛いかい、ちょっとあかんで、今ちょっとお菓子食べたからな、塩分取りすぎ注意報で、ダメダメ。そう、あの皆さん、これが監督です。うちらはこの、え、もうめちゃくちゃ袖の中に、めちゃくちゃ袖の中にお分かりいただけただろうか。ポポちゃんむちゃくちゃもうこんなが入ってくる、かわいい。ポポシポポむっちゃいい今のいい、なんかギフ動画にして一生見てた今の。かわいい、こっちも行く、食べた今の。かわいいやん、なるほど。そうでやってて、コロナをきっかけに でね、今年になって初めて写真展にもね参加させてもらって、それのモデルでね、もううちは写真撮ってモデルにするならもうメイスンと初めから心に決めてまして、嬉しい、ごっちゃするね、モデルになってもらってんけど、本当に私もね、のりんちゃんにモデルにさせてもらって、なんかこう知らない自分を知ったっていうか、女の子のなんて言うんだろう、良さを引き出すのがむちゃくちゃうまいカメラマンなんよ。そうです、だから私は普段から言ってるんですよ、もうどんどん撮って、いろんな人撮って、いろんな女の子を幸せにしてほしいってのりえにはよく言ってるし、世界行こうって言ってるね。すごい、本当にね、才能のあるカメラマンさんと思いますね。めっちゃ良かった、あの写真、本当にちょっとね、せっかくなんでね、今日ね、このうちこのために持ってきたわけじゃなくってね、写真展がこの間終わって、でそれの作品を今日メイスンにプレゼントしようと思って、ほんとたまたまやねんけど持ってきてんけど、ちょっとそれがあるんで見てもらってもいいでしょうかね。見てもらえますか、こちら。あ、でもね、どれからいく、あ、でもその辺から、これこれこれはこれね、もう私も一番のお気に入り、これ好き、一番好きです、これ大好き、和紙やで、これ、いいっすよね。そう、もうこれジャケシャなんていうの、アーシャにしたいって思うよ、私にして。でもなんか本当に、そのこの写真とかを見てくれてる人にも、もうなんかすごいみんなに言われんねんけど、モデルちゃんの着てるなんか服とかポージングとかすごいいいねって言ってもらって、そう、ポージングなんかメイスはね、やっぱりね、なんかそのそう、うちもこの服も好き、ありがとう
なんかそのなんやろな、その今まで結構撮られてる子ってなんかそのまあいろんな子がいるねんけど、結構もうポージングとか表情がこなれてる子はなんかローテーションでしちゃう子とかが結構いるのよね、うん、なんかなるほどね。そう、なんかもう慣れてるから、うん、あここはこういう時はこういうポーズかなみたいな感じで、うん、ちょっとなんやろ、あのお決まりパターンで来るねんけど、メイさんはそういう固定観念、うん、固定観念とかがなしで、なんか本当に自分らしいポーズとか表情をどんどんしてくれるから、なんかすごい撮ってて楽しくって、ほんまになんかメイスンをなんか紹介するときにみんなに言う言葉が、こう立ってるだけで絵になるモデルさんやなって、メイスンの世界観に連れてってくれるモデルさんやなと思ってて嬉しい。そんな、これポージングとか指示したりしてるんですか？なんかそのある程度したりするけど、まあ基本メイスンに動いてもらって、なんかちょくちょく言うかな、なんかその時によってこっち向いてみようかとか、ちょっと もっと大きく動いてみようかとか、うんうんうん、覗き込んでとか、まあ言ったり言わなかったりかな、うん、そうですね。なんかこうやっぱり女の子として嬉しいのは、もう顔の微調整とかは言ってくれるのはすごい。のりえちゃんやっぱ撮られる側だから、撮る時の可愛い子女の子を撮る方法知ってる感じがしてね、安心感が、なんかこうちょっと顎引いて、もっと顎引いて、こう右単位で微調整してくれる。すごい、もう今日は例えばむくんでるのにコンディション悪いなって思いながら撮影に行っても、撮ったやつ見せてもらったらむちゃくちゃ可愛いんよ。はい、こんな可愛く撮ってくれてる。影の使い方とかがね、なんかこう撮られる目線ならではのなんかこう安心感がありますね。ね、そう、うん、なんかめっちゃなんか画角とかなんか撮るときって、なんか一番最初に画角を決めて、うん、でこの中でもう撮るって決めたら、もう画角変えずに、その後はなんかもう映ってくれてる子の可愛い、なんかその子らしさを、うん、なんか映せたらいいなと思って、だからもうその時はなんかその顔のほんま漏れる角度とか、うん、スタイルがよく見える感じとか、あとなんか そこに合ってるポージングできてるかとか、なんかそこを、うん、なんかそういう風にできたらいいなと思ってて、うん、本当に、そう、かわいい、引き出すのが上手、めちゃくちゃいいモデルさんですな感じでね。なんかね、おー、あのほんまに今年に入ってから多分もうめっちゃ写真撮ってて、うん、多分なんかもう今撮られることも楽しいけど、今撮ることがやっぱり自分の中で新しいチャレンジみたいな感じだから、うんうん、なんか結構撮る方にだいぶ夢中になってるかも、うん、ずっとなんか嬉しい、撮ることを考えてる感じでございますね、うん、本当に。感じでね、やっててね。で、なんかあれやね、この間福岡メイ君と一緒に行ってきて、グループ展参加させてもらってんけど、うん、そうね、その時にね、もうね、勢いで、あの、今年の末ぐらいに二人展しようかって決めたもんね。そうやね、一年の集大成を12月にやろうかと。そうね、二人でもう自分たちのモテる、なんていうの、もうアート、今まで取り込んできたアートをね、こう、うんちのように出して、こうみんなに見てもらう表現、そう私らのうんち見てっていう、何でも詰め込むアート展を多分ね、うん、アート展になるね多分ね、うん、うん、お楽しみ。あのもうその展示の何イベントタイトルは私のうんち見てでいいんちゃう、いいね、ニョロニョロ私のうんち見てうんこまでみたいな、いろんな人来るやろなそれ本当のそういう天体が、そうプロが来るやろね。もう新たな、来年また道が開けるかな。どんな道開いとる。まあ貪欲にね、そこはアーティストたるもんな。ティータイムも終わって、うん、今からえしりとり、えしりとり、えしりとりだね。押したいと思います。紙芝居で大体の画力は、ね、画力はそれぞれのそれぞれ個性は伝わったからね、その3人でえしりとりをしたらどうなるかっていうことで、はい、あ、いけた、そんなにど下手はいないから、まあ大丈夫でしょう、大丈夫でしょう。まずね、一発目のお題をね、私からこう、うん、書いてもらって、でそれをそっから、書いて朝子ちゃんに行って、で2周回します。
で2周回して最後うちのところに回ってきた時にちゃんとしりとりできてるかどうかっていうのをねちょっと答え合わせしていこうと思うので、まずじゃああさこちゃんとか書いてる間は他の2人は見てません、うん、じゃあうちらは目つぶってるんで、うん、じゃあ準備 OK です。じゃあ、はい、ひかわさん、はい、どうぞお願いします。どうぞ。はい、えちょっと待って、だいたいね約15秒ぐらいで書き上げるつもりで、むずっ、お願いしますね。むずっ、ちょっと待って、えそんな難しい系、はい、目隠しをしよう。はい、もうどんな感じ、結構見ないよ、ね、どんな感じ開けてもいい、それ、えぇ、あ、はい、え何や何やね、めっちゃなんか変な感じ一人でめっちゃ楽しそうやん。何どうなるの、もう一発目からちょっと不穏やねんけど、ほんまや、ちょっとほんまにほら、見て、うち見て書くタイプだから、はいはい、そろ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 、じゃあ、3秒前2、1、はい、フェイスにバトンタッチ、ピーン、めっちゃ書くえ、何秒で書いて書く、え、この紙はどうしたらいいの、紙は私だけ見る、うん、はい、で、これを渡す、そう、はい、私だけその、これを、目標15秒です、15秒ですよ、じゃあカウントしますか、何やねん、何やねん、さっぱりわからん、これ大ヒント、はい、そう、なしなしなし、そういうのなし、口頭なしやで、口頭なしやで、えマジで、ちょっと不安しかないねんけど、え、全然わからん、マジで、そんなに、どへたはいないから、まあ大丈夫でしょう。大丈夫しかない。いけてる？ちょっと待って。いきます。あ、やばい。今から。こぎます。あ、何大事なやつ。ダメダメ。もうダメよ。もうダメよ。特徴書くの忘れてた。何何。もうダメとか厳しく取り締まってるけど、今自分自身の首も。ごめんなさい。そうそう。そんな。じゃあそろそろかな。え、ちょっと待って。わかる。待って。9、8、9、8、はい、え、あ、かかってる、かかってた、かかってた、これなのよ、ちょっと待ってや、はい、終わりました、はい、いいよ、のりちゃん、はい、え、これこうやな、はい、どうぞ、全然わかんない、まあ、そういうこと、そういうこと、これカメラには見せていい、にピッて、そうな、うん、え、でもさ、なんかこれこの普通にこの初めの言葉で浮かぶものが何やろって感じ、難しくない、タイマースタートしました、今から、あ、見た、はい、オッケー、早い、見たい次うちか、うん、あ、え、もうちょっと書いていい、どうぞ、これやったらちょっと難しいわ、そんなんいいのそんなんこれだってまだ時間なってなかったから、なってないか、15秒、あ、15秒なの、短い、はい、あ、30秒ですよね、残り時間15秒あるので、え、そうなの、あ、でもちょっとこれでも分かりづらいわ、でも書いちゃった、あとはもうあさこに頼む、じゃあこれで渡します、どうぞ、え、あ、ペン、それで渡しまーす、見とこー、なんぞなんぞ、触るかな、なんぞなんぞ、あ、この紙も取ってください、あ、まだまだタイマーしないで、もう動いてるよ、あ、紙はどっか、触るかな、なんかもう適当で、適当だぞ、あれ足込めるんやで、魂込めてな、もう、うん、大体で分かると思う、これ、あ、もうじゃあいける、じゃあ、はい、もう行きましょうか、はい、メイスン、どうぞ、知ってくり、あ、うん、うん、魂は全く違ってないけど分かった、うん、すっかすかやったから行きます、なんだろうな、でもまあ伝わってるっぽいもんね、うん、魂はこもってないけど伝わる、いやでも、うん、うちの一番最初がダメだった、うーん、あれこんな意味わからなかった最初のお題が、うん、はい、おしまい、 OK、 なるほど、来たよ、もう来た、結構サクサク、うん、みんな慣れてきた感じかな、じゃあ、ごめん、いただきましょうか、はい、そう、もう伝わりやすさが、だへーん、はっはっはっはー、
くりね。オッケー。あ、ちょっとダークなこと書きそうなったからやめるわ。ちょっと何やねん。放送に耐えるそれはやめとく。ちょっとやめとく。コーヒーがうまいよ。ご飯も美味しいよ。美味しいね。まるでティーのような。めっちゃお菓子食べた。透明感。お菓子バクバク食ったよ。食べたよ。柿種が美味しかったよ。柿の種、柚子とチーズの、チーズ黒胡椒、チーズ黒胡椒、柚子黒胡椒、チーズ黒胡椒。オッケー。お、ちょうど時間ぴったし。これはもうみんな見ていいのかな。これはどっちから、どっちから行こう。うちから行こうか。うちから遡っていった方がいいか。どこでどう間違ったか。うん、そうしよう。じゃあ一番最後いきます。まずちょっと自分で言わずにみんなに判断してもらおう。うん、じゃん。はぁ、あ、真珠。うん、パール。どっち。真珠だ。ピンポン。ティディーン。真珠わかる。これだけではちょっとモータリングこっちも出しました。なるほど、わかりやすい。シーではなかったのかと、シーではなかったのかと思ってるんですが、どうでしょう。せーの、じゃん。何に見える。これダンゴムシじゃないの。そうだよ。おー、当たった。じゃあダンゴムシ。ティディーン。オッケーオッケー。みんなら、うん、ラクダ。うん、ラクダ。あ、ラクダ、ね、ダンゴムシ。せやな。まあまあまあ、そう取られても仕方ない。え、な何を、なんなん。あ、そっか、この前、この前、気になる。この前ね、そうなりますわね。そうなりますわ、ね、あ、え、なんだったの。おならねん。おならだと思った。おならやねんな、うん、そうやんな。し、でもなんか、うち何足したかって言ったら、うん、これやってんけど、この手を足してんけど、なんか、ペーやねん。何を言ってるか全然わからない。ペーです。ペッペッペッって感じ。誰がわかんない。誰かがほな、ペーが来たってこと。じゃあ私か。え、私やん。ペー来てない。しっぺ。確かに当たってる。自分で書いたの忘れた。これしっぺ。これは何。じゃあこうやわ。こうや。しっぺ。これティーンってやってんのを書いたんやが、しっぺで正解。そう、しっぺ。だってペーってなんかある。正解。し、そうやね。ここやね、問題は。スタートやね。見て、これなんやねん。何やねん。これで分かる。全然あの乗ってるやつ何や。うなぎ。うなじ。何や。しかもさ、ちょっと文字書くってあかんやん。引き分引き分。もうさ、一発目あかんって。ややこしくしかしてへんし。一発目。何なんこれ。後で思ったの、これひげこう書くべきだった。それ、いや、これいや、誰がわかんねん、これ。何もわからん。誰がわかんねんか、これ。もういろいろ。え、私、お題は何だった。うなぎ。その前は、あ、これお題がうなぎ。なるほどね、うなぎを書いて。うなぎを書くんでしょ、うん、なるほどね、お題を書くんでしょ。うなぎか。あ、でも、いいお題。確かに、いいお題。書きにくい、うなぎって言われたらちょっと書けないかも。でしょ。難しかった。乗ってるやつ。え、どんな。もうむっちゃ悩んだもん、それ。めっちゃヒントなのに、これ。いや、何もヒントも。あれ、次いきます。はい、じゃあ続いて第2回戦。2回戦は、逆回しで、うちメイスン、あさこ。え、まだ目隠さなくていいの。なんかずっとこうやってまだ見ても大丈夫。あ、じゃあ、目隠しお願いします。はい、はい、ということで、お題がこちら。え、ちゅうかさ、あの、絵がうまい。みたい。え、それの絵を絵できたの。今度絵できたの。え、めっちゃヒント。わかりました、うん、え、何それ。 OK です。見てもいいですか。むず。もう目隠しいいですか。じゃあ、うち描くので、まだ目隠しお願いします。あ、いや、うち見えへんように描きますよ。目隠しなしで OK です。前見ても大丈夫ですか。あ、前見ても大丈夫ですよ。じゃあ描きましょうかね。絵できた。次は、そうか、うん、見て描くっていうのは。じゃあ得やな。いきますね。うん、どうぞ。いきます。
ザクるんや。のりえもうまいからな。短時間でわって書くのは難しい。いや、オッケー。お、オッケー。行きましたか。オッケー。行きます。はい。オッケーですか。じゃあ、お題こちら。こんな感じで書かせていただきました。じゃあメイスにパスしようと思います。はい、どうぞ。うん、座ってー。なるほど。やっ、座る？うん。うん。多分ね。どこかな？うん。下は？これはもうね。これはもうこれはっていう感じじゃん。ね。これなら、どうしよう。どうしたらいいの？待ってね、まだまだまだ。まだ